セルティック古橋亮吾さん、なぜ代表に招集されないのか。ポジション被ってるやつが多くて使いどころがない。上田、南野より仕事できると思うけど。前田より仕事できると思うけど。森安はそう思ってない。それだけのこと。古橋の嗅覚はエグいよ。代表で活躍できなかったんじゃね？実力あれば招集されるわけじゃないの。監督の戦術に合った人が招集されるんだよ。前田は走りまくって守備でも何でもしてくれるけど、古橋はサボるときあるんだよな。まあ前田の運動量がおかしくて古橋が悪いってわけじゃないんだけどさ。同じタイプで若い上田を起用してるから古橋は 100% ないわ。よく見たら全然同じタイプじゃないんだ。裏抜け狙いができるってのは共通だけど、それセンターフォワードなら基本のプレイだしな。同じタイプではないな。上田は相変わらずポストを期待して使われてるが、3バックで久保や鎌田があの位置で使われるなら古橋でも良いとは思う。よべよべ言ってるけど、数年前からそれなりに読んでたじゃん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。